日本ハム新庄監督、2軍で見た時と違う、育成出身の柳川の評価。26日、日本ハムは楽天に2対3で敗れた。育成出身の柳川が、プロ初登板初先発したが、3回3安打3失点で降板した。打線の追い上げもあと一歩及ばず、柳川は初黒星を喫した。新庄監督、いいゲームでしたけどね、あと少し、今後に引きずるゲームではなかったですけど。初登板の柳川については、ファームで投げるのを見た時の映像とちょっと違いますね。154.5キロは、どこに行ったのかな。フォークの落ちもね、イメージと違う。緊張もあるだろうしね、あのまま投げさせても捕まるかなと思って。黒柳くんも見たかったし。2年ぶりの登板となった、3年目の黒柳が4回からの2イニングを無失点。落ち着いてましたね、ボール良かった、テンポ良かったねと評価していた。これにネット上では、上に来て、思いっきりいつも通り投げ込めるかどうか定着していく境目なのだろうね。みんな光るものがあるからプロに入ってくる。そこから、一皮むけるかどうか数少ないチャンスで、自分を出せるかどうかなのだと思う。柳川は緊張もあったんでしょうね。2番手の黒柳は、一昨年に1試合だけとはいえ、1軍で登板経験があって、確かその時も楽天だった気がする。柳川も今日経験してこれから良くなるんじゃないかな。明後日から阪神戦頑張って。